なんだこれや。うん、記念にさ、スポーツ年間50年史楽しみに読むようなもんじゃないぞこれ。別にいいじゃん、未来の情報を少しくらい持って帰ったって。賭けやったら儲かるしさ。マーティー、私は金儲けのためにタイムマシンを作ったんじゃない。人類の認識をより明確にするのが目的だ。どっから来てどこへ行くのか、挫折と可能性、災いと希望、宇宙に関わる永遠の謎、それだ。僕だってその考えに大賛成だよ。ついでにちょくっと儲けるだけさ。こんなものは捨てた方がいい。ゴミ箱にぶち込んでやる。なんだこれは。ああ、記念にさ、スポーツ統計50年史楽しみに読むような本じゃないぞこれは。別にいいだろう、未来の情報を少しぐらい持って帰ったって。賭けやったら儲けるしさ。マーティー、私は金儲けのためにタイムマシンを作ったんじゃない。人類の認識をより明確にするのが目的だ。どこから来てどこへ行くのか、挫折と可能性、災いと希望、そして宇宙の謎に対する答えを得るため。なぜ。僕だってその考えに大賛成だ。ちょっと儲けるぐらいいいだろう。こんなもんは捨てた方がいい。ゴミ箱にぶち込んでやる。なんだこれは。ちょっとした土産さ。50年間のスポーツ記録だと。こういうものに関心を持ってはいかんぞマーティン。ねえドク、未来の情報を持っていくのがそんなにいけないの。これを元にかけたら儲かるじゃない。マーティン、私は金儲けのためにタイムマシンを発明したんではない。私の意図は人間性をより明確に認識するためだ。我々がどこから来てどこへ行くのか、どんな誘惑や可能性や危険や未来があるのか、ことによると宇宙の問題に関する答えだってあると思ってな。そんなことは僕だって分かってるよ。でも 2,3 ドルくらいなら儲けたっていいじゃない。いや、こんなものは断固としてこのクズカゴに捨てていく。名前はジェニファー・ジェイ・マクフライ、ヒルデール・オークハスト通り93、年齢47歳。47歳にしちゃ随分可愛らしいわね。あいつら何やってんだよ。指紋で身元を確認したのさ。年を取っても指紋は変わらんから、未来のジェニファーだと思っているんだよ。何度か止めなくちゃ。過去から来たっていうのかい。こっちが捕まっちまうだけだ。家へ送り届けるしかないわね。家へ、ヒルデールよ。帰ってくるのは夜になっちゃう。よし、うちへ連れてきた。君の未来のうちへ。こっちはその直後に行って彼女を連れ出し、85年に戻る。じゃあ僕は未来のうちに行って年取った自分に会うわけ。いや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 、それはまずい。おお、えらいこっちゃ。ジェニファーはきっと未来の自分と顔を合わせるぞ。もしそうなったらどえらいことになる。どういうこと。二つの場合が考えられる。30年後の自分に出会ってショックのあまりその場で気絶するか、さもなければその対面が時の矛盾を生じ、その連鎖反応によって紡いだ糸のように時空の連続がほどけて全宇宙が爆破されるかだ。まあそれは最悪のケースで、破壊はごく一部、この銀河系だけで済むかもしれん。それ聞いてホッとしたよ。氏名マクフライ、ジェニファー・ジェーン・パーカー、ヒルデール・オークハースト通り3793、年齢47歳。47歳にしちゃ随分可愛らしいわね。あいつら何やってんだ。指紋で身元を確認したんだ。年を取っても指紋は変わらんから、この時代のジェニファーだと思ってるんだ。なんとか止めなくちゃ。過去から来たっていうのか。こっちが捕まっちまう。家へ送り届けるしかないわね。家へ、ヒルデールよ。あっちに着くのは夜ね。よし、家へ連れて行く気だ。君の未来の家に。じゃあこっちはついて行って彼女を連れ出し、85年に戻るんだ。じゃあ僕は未来の家に行って年取った自分に会うわけ。いやいやいや、それはまずいぞ。なんてこった。ジェニファーはきっと未来の自分と顔を合わせるぞ。もしそうなったらとんでもないことになる。それどういうこと。二つの事態が考えられる。一つ、30年後の自分に出会ってショックのあまりその場でばったり気絶する。二つ、その対面が時の矛盾を生じさせ、その連鎖反応によって紡いだ糸のような時空の連続がほどけて全宇宙が完全に破壊されてしまう。まあそれは最悪のケースで、破壊はごく一部、銀河系だけで済むかもしれん。それ聞いてホッとしたよ。ジェニファー・マクフライ、ヒルデール市オークハースト3793、年齢はっと47歳。上手に整形したものね。ドク、あれ何してんのさ。今身分証明書を調べてるんだろう。おそらくその身分証明書では未来のジェニファーということになってるんだろうがな。なんとかして取り返さなきゃ。だがタイムトラベラーだなんて言ったら精神病院行きだぞ。前科もないし送るっけないわね。うちへ、ヒルデールの着く頃には日が暮れちまうんじゃない。いかん、ジェニファーを未来のお前のうちに連れて行くつもりだ。尾行してでも助けたさんと1985年に戻るわけにいかんぞ。でもうちへ行ったら年を取った僕と対面しちゃうじゃないか。いやいやいや、そんなことになったら。それより急がんと、ジェニファーの方が未来の自分に会ってしまうかもしれんぞ。そんなことになったらそれこそ最悪だ。
どうしてさ。二つの可能性が予見できる。まず第一に、30年後の自分を見た途端にショックで気絶してしまう可能性が大。次に、そのためにタイムパラドックスが生じ、その結果連鎖反応が起きでもしたら、時空連続体を生み出してこの宇宙全体を破壊してしまうことになるかもしれないんだよ。まあそれは最悪の場合のシナリオだ。運が良ければ我々の住むこの銀河系の破壊だけで済むかもしれん。そらよかった。急ごう。ジェニファーは自分に会う前に捕まえるんだ。空の高速は渋滞か。時間がかかるぞ。これはここに置いとくぞ。タイムマシンは金儲けの道具じゃない。宇宙の永遠のテーマのために作ったんだ。はいはい、分かったよ。急ごう。ジェニファーが自分に会う前に捕まえるんだ。空のハイウェイは渋滞か。時間がかかるぞ。これはここに置いていくぞ。タイムマシンは金儲けの道具じゃない。時間を超えて旅をするために作ったんだ。はいはい、ドク、もう分かったよ。いいぞ。ジェニファーが未来の自分に会わないうちに取り返す。スカイウェイが混んでるから悪くすると間に合わないかもな。こんなものは置いていくからな。私がタイムマシンを発明したのは賭けに勝つためじゃなくて時間を旅するためだったんだ。ああ、分かってるってば。これが私たちの結婚式の写真。ママ、ママなの？逃げ出さなくちゃ。これが私たちの結婚式の写真。ママ、ママなの？ここを出なきゃ。どういわ、簡易結婚式場ですって。じゃあ私たち駆け落ち結婚したってことじゃない。ママ、ねえママなの？こっから逃げ出さなくちゃ。あら、おばあちゃま。はい。おじいちゃまどうしたの？知らないわよ、すぐ腰痛めるんだ。わしの可愛い孫は元気かな。ねえ、どうしてこうなっちゃったの？それがゴルフのコースを回っててな。みんなまだなの？お土産にピザ持ってきたのに。そんなに誰が食べるの？わしが食べるさ。あら、おばあちゃま。マーリン、こんばんは。おじいちゃまどうしたの？また腰を痛めちゃったみたい。私の可愛い孫は元気かな。ねえ、どうしてこうなっちゃったの？それがゴルフのコースを回っててな。みんなまだなの？お土産にピザ持ってきたのに。そんなに誰が食べるの？わしが食べる。ロレイおばあちゃま。マーリン、はい。おじいちゃまどうしたの？また背中痛めちゃったの。おじいちゃんのことはようやく元気かい？どうしてそんなことになっちゃったの？ゴルフでちょいとひねったらしくてな。ねえ、みんなはまだなの？せっかくピザを買ってきたのに。そんなに食べられっこないの？わしが食べ、これみんなもう未来のジェニファーがそろそろ帰宅することだ。間に合えばいいんだな。お、お、よなに、どうしたのドック。さっきからバックミラーに同じタクシーがつけてるようだ。くそ、混んでるな。もう未来のジェニファーがそろそろ帰宅する頃だ。間に合えばいいが。何、どうしたのドク。さっきからバックミラーに同じタクシーがつけられてるようだ。妙だな。ひどい込みようだな。年取ったジェニファーが家に帰ることは何とか間に合えばいいが。どうかしたのかアイト。すぐ後ろにタクシーを見たような気がしたんだ。つけられているのかな。妙だな。アインシュタイン、ジェニファーを探しに行くぞ。ヒルデールの住宅街に住んでるなんてすげえな。夢物語だよ。マーティー、ここにいろ。いざって時は呼ぶから。僕だって自分の家を見たいのに。未来の自分に会う危険は避けないとな。よし、行くぞ。おいで、アインシュタイン。ほらほら、こっち、こっちだ。ヒルデールか。すげえな。アインシュタイン、ジェニファーを探しに行くぞ。ヒルデールの住宅街に住んでるなんてすげえな。夢物語だよ。マーティー、ここにいろ。服を着替えていざって時は呼ぶから。僕だって自分の家を見たいのに。未来の自分に会う危険は避けないとな。よし、行くぞ。おいで、アインシュタイン。ほらほら、こっちだ。ヒルデールか。さあ、アインシュタイン、早くジェニファーを探そう。僕はヒルデールに住むことになるんだ。こりゃ、いや、一応の成功ってことだ。お前はここで待ってろ。用があったら大声で呼ぶから。どうして？僕の未来の家を見せたよ。下手をすると年取った自分に会ってしまうぞ。さあ、アインシュタイン、行こうか。ほら、こっちだぞ。こっち、こっち。ヒルデールか。一家してる？